フェリス女学院大学の藤田由紀です。船津明美です。今回情報を提供してくださったイノシシ特派員の代わりに、新春にふさわしい縁起の良いものを平塚で取材してきました。初めて見る風景にちょっと驚きました。それではご覧ください。あ、ちょっと船津見て見て、あれ、だるま干してあるの。こんなにやるの初めて見ましたよ。私たちが伺ったのは本家長島だるま店。平塚のだるまは本当に有名で、相州だるまって言うんですよ。飴細工のようにたくさんありました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今何をしてらっしゃるんですか？これね、張り子作り。張り子作りです。そう、張り子って、あ、おあれ、なんか出てきた。生まれました。え、なに、はい、だるまさんがね、おー、肩が出ました。生まれた。すごい。そうなの。なんか粘土が何かでできてるなと思ってました。はい、そうじゃないですよ。これ昔からながらのね、これ手張りの張り子でございます。この方は何年ぐらい使っているんですか？70年か80年かな。いや、もしかしたら100年使ってるかも。だって年季入ってますよね、真っ黒ね。あの、すいません、私たちも1個だるま作りたいんですけど、いいですか？はい、どうぞ。やってやろう。ね、やる気だもんね。できます、できます。ということで、早速だるま作りに挑戦。ライト入れましょうね。いいですか？うん、女子大生たちが一番増えている。どうしよう、ドキドキしてきちゃった。はいね。そしたらね、この脇にね、ラインを引きましょう。丸みをね。丸みを持たせて。持たせて。やっぱ愛は丸くないとダメですよね。そうですね、いいこと言うね。その模様一つ一つに、なんかの意味っていうか、あれはあるんですか？これ、お坊さんの袈裟のね。はい。あとです。あの、大社マーク、こういう風に座って、座っているこのシワを表現してます。早速、幸せになるだるまを作ります。私は仲良しの後輩が受験生なので、合格だるまを作りました。いいじゃない、合格だるま。絶対これマイクさんに下手くそって言われる。下手くそかな。思いがこもってたな。ラブラキしてるだけじゃん。私はもちろんこの愛、もう2007年は本当に愛に溢れた年にしたいです。お願いします。なんかはみ出しました。確かにな。何でもでしょうか。今の時代はみ出すようなさ人物にならなきゃダメ。はいはい、はみ出します。私たちのオリジナルだるま完成しました。じゃーん、ご覧ください。可愛いでしょ。私は実家に帰った時に、仲のいい後輩に受験頑張ってねって渡したいと思います。ポイントはここのちょびひげです。で、私はもう藤田による藤田のためのだるまを作りました。テーマはズバリ愛です。なので2007年こそ愛にあふれたもう豊かな人生を送りたいと思います。綺麗な私の2007年間違いなしですね、夏。はい。丸いものに描く、滑るようなあの艶のあるものに描く、それがやっぱりね、難しい。これがプロの技です。お見取りいたしました。現場から藤田と船津と長島雅子でございます。お送りしました。いや、新年にふさわしいね。はい、結構だるまって皆さん身近にあると思うんですけど、作るってことはないと思いますし、まさか作ってる現場を見られてる方ってなかなかいないと思うんですね。ないないない。しかも群馬とかが有名だったからね。そうですね、あんまりこっちでと思わなかったよ。平塚のそのだるまも相州だるまといって、本当に古くから明治時代ぐらいからすごく有名なだるまだそうです。知らなかったな。これ今ね、映像見てて中条さんおっしゃってましたけど、やはり丸いものに字を書くのは大変。そうですね。皆さんとてもお上手でしたけど。
どうですか、お習字やってらしたんでしょうか。はい、私はもうずっとお習字をやっておりまして。そうですか、はい、先生からも独創的な世界を持っていると言ってすごい好評でした。それはお褒めの言葉なんですか。フォローだな。さすがですね。やっぱりほら七転び八起きっていうぐらいでね、こう何しろも縁起がいいものなんですよ。でこうほら片一歩ずつこう目を入れるんだけど、うん、やっぱりなんかちゃんとした意味があって、まあここでこう説明するのもなんですけど、まあちゃんとした意味があるんですね、あれ片一歩ずつ入れるっていう。飛田さんは何でも知ってるな、今年も。はい、今年もすごいですね。飛田さんちもだるまあるの？だるま当然ありますよ。飛田さん見てるとだるまみたいな顔になってる。まあ俺はよくだるまって言われますけどね。いらないじゃないの。俺自体がだるまですね。そして、はい、私たちミンテレだるまを作ってきました。すごいすごい、はい、いいね。いろんなこだわりがあるんです。例えばこの頭のてっぺんのところとかハートになってます。うん、お、はい、なんかハートです。あれハートね。はい、で後ろは私と船津が一筆入れさせていただきました。なんだって。これは藤田さんが書きました。ですね、なんて書いたんだっけ。みんなが出るテレビ、みんなの願いを叶えますと書きました。はい、皆さんのためのみんなが出るテレビです。で私もちょっと船津はここにマイクさんの絵を描いていじめ禁止って書いてきました。いつもいじめられるんで、うん、いじめ禁止って書いたらなくなるかなって思ったんですけど。なんでだよ。優しく接してるじゃないか。全然ですよ、本当に。2007年は違うよ、はい、縁起のいいだるまにこんなこと書いていいのかちょっとあれなんですが。いやいやいや、じゃあ夢叶えないとね。はい、はい、それでマイクさんに目を入れてもらいたいんですけど。いいじゃん。飛田さん、これあれだよね、どっちの目に入れ先に入れるんだっけ。別にないみたいです。でも最初みんな右から入れるとかって言いますよね。向かって右から入れていただきなんですけど、目を周りみたいなのはないので、うん、もう皆さん個人のだるまなのでお好きな方に入れてくださいってことです。わかりました。ね、うまい、うまい、いいですよね。新年最初からそんなにいいですか。何が何ですか。演技悪いです。目をかけって言ったのはあなたたちじゃない。違うんですね。わかりました。じゃあちゃんとね、可愛く目入れときましょう。はい、思いを込めてお願いします。願いを叶えってことでしょうね。はい、わかりました。いやー、かわいいぞこれは。簡単なものは一応のお願い事を今こうやって書いてるときに、思いを込めたお願い事が叶ったときに、うん、お礼というか、少女漫画みたいな。少女漫画チックですね。いや、バッチリしてますね。でしょ、ミンテレっぽいです。はい、これ女子大生を表してみましたから。はい、はい、これね、皆さん、ぜひとも夢を叶えてください。はい、じゃあこれ叶えたらもう一個入れようね。はい、わかりました、ありがとう。こちら本家長島だるま店のだるまは本当に自然素材で作られたもので、うん、この接着剤代わりに使っているニカワといったものもゼラチン成分でできていて、うん、燃やしたとしても全然有害物質が出ない、本当に伝統的な作り方で作られているだるまなんです。すごいね。はい、でそのだるま店の連絡先がこちらです。お電話でお問い合わせしていただいて、で字とか入れていただくのも一時一時にまたお値段変わってきますので、こちらの方やはりお電話でご相談という形でお願いします。はい、はい、やはり歴史と伝統というのは長い長い年月で重みがあって格調高いですね。うん、はい、藤田さん、船津さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。